おい、おい、お前。あの、私のことですか？そうだ、お前だ。お前、本当にプリニーたちのこと何も知らないのか？今朝からどうも様子がおかしいように見えるのだが。知りません。知ってても言いたくありません。何？ラハールさん、私には、フロンという名前があります。おいでも、お前でもありません。ラハールさん、初めて会った時から、まだ一度も私のこと名前で呼んでないんじゃないですか？だからどうしたというのだ。人の気持ちというのはデリケートなものです。ちょっとしたことで傷つくこともあります。ラハールさんは、ちょっと、無神経すぎます。もっと愛を持ってみんなと接するべきです。愛がないからプリニーさんたちにも逃げられたんですよ。なんだと、このクソ生意気なアイマニアめ、俺様を誰だと。それです、そういう横暴な態度がいけないんです。そんなことではいつまでたっても立派な魔王さんにはなれませんね。フロンちゃん、それ天使の言うセリフじゃない。知った風な口を叩くな！もうよい！お前とは二度と口を聞かん！それ。それ。死ね！
you